ここはハンブラスなんか。おお、お前ら来てたのか。ルフィ、無事だったか。よし、やっと合流できたってばよ。しつこい奴らだ。これ以上私の邪魔をするな。プロメテウス、もう逃がさねえぞ。おめえ、一体何がしてんだ。私はキーマンとしての真の役目を果たそうとしているだけだ。キーマン？私はこのアンブラスの住人であり、その中でもキーマンと呼ばれる者の一人だ。キーマンはオニキスブックの力を使い、ジャンプ世界の出来事を物語として現実世界に送り届け、それによって現実世界の住人たちに働きかけることを使命としていた。双方の世界に直接的に関与することは禁じられ、この狭間からただ世界の動向を見守るだけ。オニキスブックの力をもってすれば世界などすぐに変えられるというのに、長い長い時間愚かな人間たちをただただ見続けるだけの毎日。人間たちはくだらぬことで悩み、迷い、過ちを犯す。我々の働きなどまるで意味をなさない。私は耐えかねたのだ。故に私は直接お前たちを導くことに決めた。導くだって？世界を一つにまとめた上で、唯一絶対の神として私が君臨する。それこそがキーマンの真の役目だ。勝手に決めんな！人間よ、お前ごときでは私に傷一つつけられまい。そんなことやってみねえとわかんねえぞ。あんま甘く見ねえ方がいいぞ。いや、わかるのだよ。ハンズル、殺しはしない。ただ返してもらうだけだ。大丈夫か？何しやがった？返してもらったのだ。私が生み出したコズミックキューブ、善と悪、そのどちらにも強いエネルギーが宿る。私はコズミックキューブを生み出し、そのエネルギーを集め、世界を一つにする力を得た。お前たちは初めから私の手の中にいたのだよ。それでも戦う意志を捨てないか。いいんだろう。あがいてみるがいい。消えろ！遅い。かでや、どけ！おお、消えろ！ふっと、やったぜ！遅い。あいつだ。それ、どけ！言ったではないか。お前では私に勝てないと。
これ以上抗うな。このまま静かに眠るがいい。そいつはどうかな。生きていたか。あいにくだったな。ヤガミライト、何のつもりだ。僕にも事情があってね。キーマンズというやつも大したことない。死に損ないが。何をするつもりだ。お前ならできるはずだ。最後まで自分を信じたお前なら。プロメテウス、人間をなめるな。ん？どこまでも愚かなやつよ、カイン。お前のコズミックキューブに飲み込まれているではないか。だから言ってんだろ、甘く見ねえ方がいいってよ。なんだと。何？行け！頼んだぞ。任せたってばよ。たかが人間ごときが。そう簡単に通しちゃくれねえか。こんなところで足止めを食っている場合じゃないぞ。もう時間がない。このままだと現実世界とジャンプ世界が完全に融合する。ここはあいつらに託すしかねえみてえだな。腹立たしいが仕方あるまい。カカロット、ルフィ、ナルト、任せたぞ。世界を救いやがれ。どうした、これで終わりか。大丈夫か。さすがにきつそうだな、このままじゃ。オラには考えがある。考え。みんなの元気をあげてもらう。元気。おい、もうちょっとの間踏ん張ってくれ。おめえならできんだろう。みんな空に手あげてくれ。みんなの元気分けてくれ。よくわかんないけど手をあげればいいんだな。こうか。妙な真似を。よかろう。まずはお前から消し去ろう。さあ来い。バカな。何を笑っている。
この私に本気で勝てると思っているのか。人間ごときが調子に乗るな。私は新たな世界を滑る存在。私の邪魔をするなど許されんのだ。ここまでだ。消えろ。消えんな。おめえだ。何？今のは危なかった。だが残念だな。どうやらこれ以上歯向かう力は残っていないようだな。悪あがきはここまでだ。どうかな。まだまだあがくぞ。そうだってばよ。あとは頼んだ。なんだと。小賢しい真似を。これで最後だ。来い。消えろ。今だ。よっ。カメ。滅びを与え。カメ。そこに消えろ。動くな。よそこに消えろ。動くな。消えろ。なぜだ、なぜ人間ごときにこの私が。よくやったな。すんげえなあお前。ほんとだってばよ。そんなこともわからないのか、リュウク。世界をより良くするために決まっているじゃないか。僕はいつだって世界のためを思って行動している。今までも、そしてこれからも。そしてそのために僕は必ずデスノートの力を取り戻す。ここにいたんですか。探しましたよ。そろそろパトロールの時間です。世界を融合させようとしていたプロメテウスの計画は阻止できたものの、まだまだ世界の情勢は安定したとは言い難いですからね。あの日、世界中に飛び散ったキューブの回収に
消えたオニキスブックの行方、消息がわからないライトさんのことも気がかりですし、いまだこの世界に残っているフリーザや黒ひげといったジャンプ世界の敵たちの動向も気になります。まだまだやらなければならないことは山積みですよ。さあ、いや違いましたね、長官。これからも俺たちジェイホース、正義のために頑張りましょう。